本日は日本地震工学会の活動ということで紹介させていただきます。じゃあ次お願いします。この活動の背景ですけれども、一福事故以来ですね、先ほど中島会長からも紹介ありましたけれども、いろんな活動がされています。しかしながら、それらが安全確保というもとでですね、一貫した基本方針というものがきっちりあるんだろうかと、共通のものがあるんだろうかというのは大変私気になっております。それが設計対応だったり、事故時対応だったり、原子力防災みたいな話も含めてですね、一貫した安全確保というような基本的な考え方があるのかどうか、そのあたりに気になるところであります。それから事故というのはご存知の通りですね、地震が起きてからプラントが損傷をし、それから事故を起こし、それがまた影響を与えるということで、広範囲にわたる、ことをですね、扱わなきゃいけないということで、いろんな分野が連携する必要があるだろうということであります。それから、アカデミアの役割として、原子力学会イコール原子力推進学会、そんなことはないと思いますけれども、そんなふうになってちゃダメで、やはりいろんな学会が、原子力の、においてですね、地震に対してどういうふうに安全確保するのかということは、一緒に考える必要があるだろうという話です。それからちょっと一番下ですけれども、原子力の産業界では耐震設計技術指針というのがもうすでに作られていて、この指針に基づいて、今の原子力発電所っていうのは耐震設計されていますが、本当にこの指針ベースでやっていいのか、さらにもっと新しい考えを入れなきゃいけないんじゃないかと、こんなところがこの、研究活動の、ベースになっています。はい、次お願いします。それでこれ、地震工学会の研究委員会の、メンバー、あるいは構成を書いております。委員会名は原子力発電所の地震安全の基本原則に関する研究委員会ということで、原則にさらに基本がついているという、しっかり基本的なことをかあの、考えて地震安全を確保しましょうよということであります。2016年の4月から3年間の活動をしました。私委員長、それからここに書いてある通りの、メンバーの方です。で、重要なところはですね、分野が必ずしも原子力だけじゃない。建築、機械、原子力安全、土木ということで、大体均等にですね、メンバーのがいらっしゃると思うんですけれども、とにかくいろんな分野が一緒になって活動をするというところがこの重要なところでありまして、こういう活動ができるのは日本地震工学会のまさにこの、アカデミアの発足の一番の、狙いだったかと思います。で、当然、原子力学会との連携っていうようなことも考えてやっています。はい、次お願いします。で、実はですね、この活動が、高田先生、こちらの声は聞こえておられますでしょうか。に委員長していただきました。大丈夫ですね。2008年10月から、この日付を見てもらえば分かると思いますが、2011年10月、つまり、福島の事故が起きる前にですね、報告書はもう出来上がってたんですけれども、福島の事故が起きて、さらに半年間延長して活動したというものであります。それから、右側の報告書は、これも委員長が亀田先生ですが、やはり津波というものが非常に大きな影響を与えたというようなことで、津波に対しての安全確保ということに対してきっちり考えをまとめる必要があるだろうというようなことで、原子力安全のための対津波工学の体系化に関する委員会というようなものを、その後3年間続けてやっております。こういうふうな活動の背景があった上で、この我々の研究会がスタートしたということであります。次お願いします。で、これがですね、日本地震工学会でいろいろ福島事故を受けてどういうことが大きなテーマになるだろうかということで、ちょっとこうキーワードだけ挙げさせていただきますと、想定外、それからプラント全体で考える必要がある、それから揺れだけじゃない、それから深層防護というような新しい安全確保の考え方をしっかりと実装する必要がある。それからビヨンドデザインですね、設計を超えた領域でどういうふうに対応するのか、それから不確実さの問題、リスク概念、
それから一番重要なことは分野横断ですけれども、まあ、こういうようなことがキーワードに上がっていました。はい、次お願いします。それで、まあ、これらをまとめて、この研究委員会の活動の狙いということで、今のキーワードを散りばめたようなになってますけれども、地震安全確保のための一番重要な考え方として、トータルに物事を考える、相互に整合性の取れた一貫した安全確保の体系を目指す必要があるだろうと。それからリスク論と、深層防護、ディフェンスインデプスですね。まあ、こういうふうなあの考え方を今の、 あの安全確保の考え方に入れたらどういうふうになるか、まあ、そのあたりのところをしっかり考えて、さらにですね、この基本原則だけ作るのではなくて、その基本原則に基づいて、まあ、実際に実践をする、してみたらどんなふうになるのかというような具体的な検討までもしております。はい、次お願いします。でこれはあの出来上がった技術報告書ですけれども、これはあの2019年にあの原子力学会からあの出ております。定価7000円ですが、ぜひこれをあのご購入いただいて、あの中身は読んでいただければというふうに思います。はい、次お願いします。でこの報告書の中身だけ簡単に紹介しますと、この基本原則というのが、おそらく4ページぐらいだったと思いますけれども、それはきっちりあの書かれています。とにかく、この基本原則に従って地震時の原子力発電所の安全性を確保するんだと。でそれにはリスク論だとかディフェンスインデプスだとか、まあ、そういうようなものがちゃんと入り込んでるよと。それから地震時の目標性能をどう考えるのかというようなことも一致書かれております。この基本的考え方のところが一番重要で、その報告書の後半ではその実践編ということでチャプター4に、ハザード設計への適用という部分がございます。これは大変面白いところであります。はい、次お願いします。でこれがあの基本的な考え方なんですけど、これはあのリスクカーブと言われるもので、横軸が被害の大きさ、縦軸がその被害が発生する確率を表していまして、まあ、被害が大きいものほどあの発生確率は小さくなるっていう、まあ、こんな図なんですけれども、あの原子力発電所の被害もいろいろあります。例えば設計で考えているあの被害を起こさないっていう場合の被害っていうのはどういうものを想定しているのか、あるいは事故が起きた後の AM っていうのはアクシデントマネジメントですけれども、事故が起きた後の対応でどうするのか、さらに、周辺への影響ということで防災と、こういうふうに各領域ごとにですね、対応の仕方が違ってくるんだよと、それをまあこうシームレスっていうんですかね、まあ、領域を、まあ、一応は分けてますけれども、連続的に考えて、トータルに見て安全確保しましょうよっていうのは基本的な考え方です。はい、次お願いします。でこれはあの設計の部分をあの拡大して書いてきたもので、かなりあの具体的なあの内容が入っています。横軸がやはりあの被害、想定している被害、縦軸が、発生確率というようなことになっていて、例えば一番上ですと外電損失なんていうのがありますけれども、外電損失したからすぐ直ちにですね、原子力発電所があの被害を被るかというとそういうわけじゃありません。でもこれも一つ あの目標値としてあの考える。さらに、緑化が起きるだとか、機能喪失が起きるだとか、まあ、そういうふうによりシビアなあの被害に対してもどういうふうに対応するのか、それをどれくらいの、損傷確率に抑えるのか、まあ、こういうふうな耐震設計の考え方をあの提案しています。はい、次お願いします。最後まとめですけれども、今言ったようなことがずらずらずらっと書いておるんですけれども、まあ、一番最後だけちょっと見ていただきたいんですけれども、今後関連する学会も含め広く内容について議論を行うとともに、本原則の今後の具体的な活用というようなことをあの視野に入れた活動をやっていきたいと、こんなふうに考えております。あの基本原則、いろんな考え方があるかもしれませんが、ここで一つ、皆さんが共有できるあの考え方を提示できたのではないかなというふうに考えております。以上です。どうもありがとうございました。